一つは製鉄所組織の一体化による業務運営の効率化、二つ目は人員の採用配置育成面における人材基盤の強化、三番目は技術技能ノウハウ等の共有化による業務レベルの向上、それと新たな視点での連携施策の検討実行の加速化であります。経線部上工程のですね、溶鉱炉を運営する創業するところはかなり、技術技能なりが共通ですので、部長レベルも含めてやっています。年の4月になりますけど、これがやっぱり一つの大きな契機になると思います。こういう組織統合があって初めて、人事交流も弾みやすくということであろうと思っております。やっぱり八幡小倉は北九州市という同一行政組織の中に同じ会社の製鉄所が2つあるというようなことになります。あって悪いことはないんですけども、ここあたりをどう考えるかということは誰もその明示的な課題にはならなくてもどうするのかなという議論はあるでしょう。それから堺東京等については、例えばそういう製鉄所の中で設備部でありますとかね、そういうややこの固定費的な技術者の集団、こう人間の集団を抱えなければいけないという時に、近くに大きな製鉄所があるならば、そこにやっぱりノウハウを貯めておいてもらって、使わせてもらった方がコスト的には非常にメリットがあるというようなことは、明示的な課題テーマにはならなくても皆さんの頭の中にあったのではないかとは思います。したがって統合後そういう話がすっとごく自然に出てきたということであります。